水星は、かつて、京都駅南宮崎駅間を、東海道本線、山陽本線、日方本線経由で運行されていた、JR の新大特別急行列車である。本港では、京阪神と日方本線の沿線各都市を結んでいた、優等列車の遠隔についても記述する。新大特急、水星は、1968年10月に、新大阪駅、 宮崎駅間で運転を開始、時間の経過ともに運転区間の拡大と増発を繰り返し、最大5往復運転されていた。1975年から運転本数の削減が始まったが、1989年の平均乗車率は93%と高い数値を記録していた。しかし、1980年代以降は、新幹線、航空機、フェリー、 格安の夜行バスに客足を奪われ、2000年3月には単独運転から赤月と並結されるようになったものの、2004年の平均乗車率は30%まで落ち込んでいたこともあって2005年9月に廃止された。列車名は天体の彗星に由来している。夜行列車は天体からという慣例があるが、この 水星の名称は1950年から1956年までと1957年から1964年まで東京駅大阪駅間を東海道本線経由で運行する夜行急行列車の名称として使用されていた列車番号は運転線区で変更がなく下りが33上りが34であった京都駅から新大阪駅大阪駅 三宮駅、姫路駅、岡山駅、倉敷駅、福山駅、新山口駅、から、宇部駅、から、朝駅、下関駅、文字駅、小倉駅、中津駅、宇佐駅、別府駅、大分駅、薄木駅,駅、津久美駅、佐伯駅、延岡駅、南延岡駅、日向市駅、高鍋駅、宮崎駅、南宮崎駅、下りの別府駅、南宮崎駅間、上りの南宮崎駅、延岡駅間は立。 関と急県で B 寝台を座席として利用できた。客車は JR 西日本の京都総合運転所に所属する14、計1 5系客車を使用していた。なお、季節によっては、水星の開放式 B 寝台車2両、暁月の開放式 B 寝台車1両を減ずる運行となっていた。電気機関車は京都駅下関駅を 下関車両管理室配置の EF66 型が、下りの下関駅大分駅と上りの文字駅。下関駅間は大分運転所配置の EF81 型が、下りの大分駅南宮崎駅間と上りの南宮崎駅文字駅間を大分運転所配置の ED76 型が牽引していた。赤月平気前の下関伊藤は、 JR 東日本田端運転所配置田町、車両センター上中で、出雲前の EF65 型が牽引していた。運転士は自社区間を担当していた。全区間九州旅客鉄道の車掌が乗務し、京都駅小倉駅間は、文字車掌区、小倉駅南宮崎駅間は、大分車掌センターが担当していた。文字車掌区は、小倉駅に設置のため、 国来駅で交代する。ありがとうございます。